USB メモリー、まさにそうなんですけれども、日本の原子力発電所は USB メモリーはありますか？ジャックです。USB ポート、USB ジャックですね。桜田大臣。基本的には使わない。あるかないかをお聞きしてるんですけど、使うとかいうもんではないんですか？使わせないということで。ちょっとお分かり、USB メモ、USB ジャックってどういうものかご存知ですか？使わせないというものではないと思うんですが。まあ、仮にあったとしても、それは、万全の対応すると。先ほどせっかくナタンズでいい答弁をされたんですが、ナタンズは USB メモリーを介して、マルウェア、スタックスネットが埋め込まれて、勝手に暴走した。その後遠隔操作も一切行われておりません。ソフトウェア上で遠心分離器を全部操作して、警報装置をカットし、しかもログも消去し、自動消滅するようなソフトウェアまで、かなり高度なプログラムが組まれておりました。で、これをやったのは、要するに内部協力者がいたからなんですね。内部協力者、まあ、情報員かも、現地のものか知りませんけれども、そういったものが、USB メモリーはもう議員バッジぐらいちっちゃいものですから、それを差し込む、それによって感染したんですよ。で、こういったものを、原発っていうのは11ヶ月ごとに、今、日本の原子力発電所も法令で11ヶ月ごとに、定期検査が義務付けられております。点検中は電力会社の職員以外の不特定多数の人間が原子力発電所に出入りをいたします。その、人間がですね、差し込むということは容易、これは可能なんですよ、物理的にあれば。ですので、使わせないじゃなくて、犯罪者は使おうと、どんな手をしても差し込もうとしてきますから、使わせないはセキュリティではないと思うんですけど。桜田大臣。大臣、そんな詳細のこと言っちゃダメですよ。使う場合は、その穴を入れるが、らしいんですけど、細かいことは私はよくわかりませんので、もしあれだったら、私よりも詳しい専門家に答えさせますけど、いかがでしょうか。USB ジャックというのは非常にこう、そこが穴になるというのは、このナタンズの2010年の事件で世界的に知見ができました。ですので、例えば銀行間ネットシステム、そして国の防衛省のシステム、そして原子力発電所のシステム、これはすべて、既存の USB の穴は鉛で塞ぐとか、物理的に破壊したんですよ。そして、例えば日立さんとか東芝さんとかいろんなシステムのベンダーさんありますけれども、そういったところはそもそも制御系には USB メモリー設置しないという国、これで変えたんですね。ですので、これは、非常に、基礎中の基礎なんですけど、USB が脆弱だということ。それも把握されていない担当大臣が、セキュリティを語るというのは私は非常に不安なんですね、立地地域としても。いかがですか。桜田大臣。所管は原子力規制委員会となっております。佐伯武君。